皆さん、こんにちは。ママジョイチエコです。皆さんは、膣から何かつるっとしたものが出てくる病気、ご存知ですか膣や子宮など、出てくるものは様々なのですが、そういった骨盤内の臓器や膣壁などが、膣から外に出てきてしまう病気を、まとめて骨盤臓器脱と呼びます。今日はこの骨盤臓器脱について、詳しく解説していきますね。 チャンネル登録いただけると励みになりますのでよかったらポチッとお願いします。さて骨盤臓器脱というのは子宮や窒壁、直腸などが緩んできたり脱出してしまう病気ですね。 直腸脱というものもあるのですが直腸脱は直腸が肛門から出てきてしまう病気で婦人科ででで、で扱うここことはは少ないすすのでここでは省きますね。産婦人科で扱うものとしては膣の後ろ側の壁が緩んでしまうことで直腸が膣壁と一緒に緩んでくる直腸瘤という病態があります。 同じように膣の前の壁が緩んでしまうことで、膀胱が膣壁と一緒に緩んでくるものを膀胱流と言います。子宮はほとんど加工していないのに、膀胱や直腸だけが膣壁と一緒に加工してきたり、脱出してしまうっていう病態もあったりします。子宮時降りてくるものは子宮脱と言いますね。一口に骨盤臓器脱といっても様々なタイプがあるんですね。 子宮筋腫や子宮献筋層などで子宮を摘出してしまった方の場合でも骨盤臓器脱になるっていうことはあります具体的には子宮を摘出した場合にの断端,部端っこの部分ですねこの段端部は手術の時にちゃんと縫合してあるんですけれども段端部がそのまま外に飛び出してくるっていうのがあるんですね 膣閉鎖術といって膣をなくして閉じちゃうっていう術式もあったりするのですが、この手術の場合には膣が出てきてしまうっていうことはだいぶ少なくなります。骨盤臓器脱の中でも症状がとっても軽い場合ですね。例えばちょっと下垂しているけれども、外まで脱出はしていないような状態の場合には、自覚症状としてもほとんどないということが一般的です。 例えば子宮頸眼検診などで受診された時にちょっと加工していますねといった形で指摘される場合が多いかと思いますひどくなってくると立ち上がった時とか歩いている時重たいものを持った時などお腹に力が入った時に何か出てくるような感覚がしてきます力が抜けると出てくるような感覚はなくなりますね 子宮が膣から脱出しかけてくるとピンポン玉くらいのサイズの丸くて硬いものがあそこに触れるようになってきます。それがもっと進んできてしまうと常にお股の間に何かものが挟まっているようなそういう感覚になってきます。膣から出っ放しになってしまうと下着でこすれてしまったり乾燥してしまうことで感染しやすくなってしまうこともあります。 そうなると折り物が増えたり軽い出血をしたり感染によって匂いが出てくることもあります膀胱や直腸が下がってしまうとおしっこをしにくかったり排便しにくかったりすることにもつながりますね特におしっこの症状をおっしゃる方が多いなという印象です 突然おしっこが出なくなるっていうわけではありませんので、子宮脱の症状がある方に排尿症状をお聞きしたときに、そういえば以前に比べるとおしっこに行く回数が増えたなぁとか、なんかできらない感じがあったりするなぁっていう話になったりしますね。骨盤の中には子宮、膀胱、直腸などの臓器を支えている筋肉があります。これを骨盤底筋と呼びます。 この骨盤底筋が腹圧によって骨盤外に臓器が出ないように支えているわけですね一番大きな原因は経分娩、下からのお産ですねあれだけ大きな赤ちゃんの頭が通ってきますので膣の奥の人体帯がどうしても裂けてしまうんですね複数回分娩している方はその分リスクが高くなるとされています その他にも、便秘のために、うんって生きんでしまうことや、重たいものを持って腹圧がかかってしまう場合、ぜんなどで頻回に咳が出ることによって腹圧がかかってしまう場合、重度の肥満がある場合もリスクとされています。こういったダメージを受けた骨盤底筋が加齢によって弱くなってしまうことで、臓器を支えきれなくなることで骨盤臓器脱が起こってきます。 過去に二人目の妊娠中からすでに骨盤臓器脱があって、ペッサリーといって子宮を適切な位置に保持するための器具があるんですけれども、それを妊娠期間中にずっと入れっぱなしにして分娩まで過ごされているという方もおられたりしましたね。 その方は30代だったのですがそういった若い年代で重度の骨盤臓気脱になってしまうことはそこまで一般的ではないですがまあ大抵閉経を迎える頃から60歳代にかけてぐらいに起こることがほとんどですね骨盤臓気脱が軽度の場合は骨盤底筋の訓練や生活の改善が有効ですね 具体的には便秘の方の場合には便秘の改善肥満がある方については体重管理仕事で重たいものを持たないといけない人については重たいものを持つ頻度を下げるなどが有効ですね。 ただ軽度の方の場合にはそもそも自分の子宮が下がっていることに気がついていない人がほとんどですので経緻分娩を経験したことがある人の場合は産後だけに限らず骨盤底筋体操を行っておくことが有効かと思います。骨盤臓器脱が進んできて子宮などが一部または完全に脱出してしまっている場合については骨盤底筋体操では元の状態まで戻すことは非常に困難ですね。 多少骨盤臓器脱が進んでしまうのを抑えたり尿漏れなどの症状を抑えたりといった症状改善は望めるかもしれないですが出てきてしまっている子宮を骨盤底筋体操だけで元に戻すというのは困難です子宮などが一部もしくは完全に脱出してしまっている場合には日常生活でも不便を感じることも多いかと思いますので悩まずに婦人科を受診していただけるといいかと思います 具体的な治療方法には、いくつかの選択肢があります。手術しない方法としては、最も一般的なのは、ペッサリーというリング状の器具を挿入して脱出を抑えるというものですね。シリコンでできているリングなのですが、これを膣内に入れることで正常な位置に押し上げるということができます。婦人科外来でペッサリーのサイズを選んで保存的に見てみるという方法ですね。 リング状のものだけではなくて、ゲルホーン型と呼ばれるものやドーナツ型など様々な形のものがありますね。連続仕様といって入れっぱなしにしてしまうとリングが当たっている膣壁にビランというものができてしまうことがありますので、夜間は自分で外すなどして管理していただくこともあります。性行為を行うときにはリングを外しても大丈夫ですよ。ペサリーを入れるのは嫌だという方の場合には、 軽い場合にはフェミクッションと呼ばれるるような骨盤臓気脱を抑える専用の下着もあります。リングで問題なく生活できる場合はいいのですがずっとリングを入れ続けるとその分どうしても婦人科にも定期的に診察に来ていただかないといけなかったり織物が増えたり匂いが出てきたりと違和感を感じる方も多いですのでその場合には手術を行うという選択肢があります。 骨盤臓器脱手術については、メッシュといって筋肉を補強するものを入れる方法などが出てきていますね。従来からある方法では、手球を取って実壁を形成するっていうものもあります。腹腔鏡を用いる手術などもありますので、その方の症状や要望に合わせて治療を選択していくっていう形になりますね。 ということで今日は骨盤臓器脱についてお話ししてみました骨盤臓器脱について悩んでいる方は意外と多いとされていますあそこの問題はちょっとなかなか受診できないっていう方も結構おられたりするんですが決して稀な病気ではないですので悩んでいる方の場合はお気軽に産婦人科でご相談いただければと思います最後までご視聴いただきありがとうございました それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。